はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターのね、ランクマッチじゃなくて、ラジオ動画なんですけど、何を話していくかっていうと、多分ね、ちょうど、もう何日かぐらいで、僕が、毎日投稿し始めて、ちょうど 1年になるんだよね。まあ、途中ちょっと、今日ちょっと動画出せねえな、みたいな、切らしちゃった日もあったんだけど、確か5月2日ぐらいから、基本的にはほとんど毎日、投稿して、多分2日か3日ぐらい途切れた時があったけど、それを除いてはね、ほとんど動画を出し続けてきたってことで、まあ動画は全部基本的にはポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチなんだけど、まあその1年ぐらいやってきてちょっとね、思ったこととかを話していこうと思います。で、まあ経緯っていうか、どういうノリできたかっていうと、ちょうど去年の5月ぐらいかな、5月の頭か4月の終わりぐらいからやり始めて、まあコロナで暇だったし、まあなんか YouTube でもやろっかみたいな、そういうノリで始めた感じではあったんだけど、まあそっからぼちぼち、まあ頑張って、ね、続けてきたってことで、で、当時ね、まだ、ポケモンの 7世代はレートか、まあちょっとやったことあって、最高レートが1800いくつとかで、で8世代入って、最終3桁取れて、おーみたいに思ってた時期あったね。その辺の頃は。で、まだその頃ってポケモンホームがまだサービスしてなかったから、レートが見れなくて、まあなんか、順位だけが指標だったから、まあ最終3桁を、シーズン2か3ぐらいだったっけな。で、なんか、まあ、嬉しいなーとかって思ってましたね。で、その次がね、何シーズンか後なんだけど、最終な300何位ぐらい。3桁前半まで来て、最終順位がね、3桁前半で、それもなんか嬉しくて、後からポケモンホーム見たら、その2回ともね、レートが1995と98とかで止まってて、なんかめっちゃ、うわーってなった。超気持ちきつかったのを覚えてて、その次のシーズンで、絶対2000乗せるって決めて、2000乗せて、結構なんか余裕あったから、もう一ロム暇つぶしにやってたら、そっちも2000乗って、で、なんか順位、さ、その更新来る前の順位で見てたから、2ロム目は2000から1勝してたんだよね。で、その時が2020とかで、最終日、まあ2ロムあるから本ロム2000から潜るかっつって潜って解けて、まあでもとりあえずなんかレート2000は取れたし、まあまあとりあえず弱ったんじゃないみたいな感じで終わったっていうのがシーズン6とかだっけな、去年の。だからどんぐらいだろう、5月6月ぐらいやったんかな、確かそんぐらいだったと思います。で、シーズン9が鎧のことの時だね、確かに、確か2074とかかな、レートが、最終レートが。で、最終が85位とかで、まあ、最終2桁取れて、なんかめっちゃ嬉しかったの覚えてます。その時はあれだったね、朝までやった時あったな、確か。まあそんな感じで、で、まあ最終2桁取れたけど、2100がまだだから、まあいつか行きたいなとかって思ってて、で、冠の雪原の時も1回だけ2000は取ったけど、なんかお正月とかあったから、普通に、なんか、お酒飲んだりしたいなみたいな。なんかそういう感じで確か最終日やらなくて、まあ普通に2000だし悪くないし、まあいっかみたいなノリで来て、で、2月3月のシーズンで、まあ初めて2100をね、取るっていう感じだったんですよね。で、まあだから、あれだよね、なんか、その、まあ、レート2000にも行ったことないような時期からスタートして、で、1年間動画投稿していく中で、レート2000を取ったり、まあ何回か取ったりして、まあ最終的には、ね、今2100まで来て、みたいな感じで、結構、なんて言うんだろう。僕が成長していくコンテンツではあったかな、みたいな、ここまでね。まあこれからももうちょっと、今、一番いい時でだから最終35位だから、まあ30位以内とか、その辺を目指して頑張ってはいきたいと思ってるんだけど、まあなんかそんな感じで僕のね、昔の動画とか見たらレート2000ない頃があるからね、僕のそういうところからなんか成長していくね、感じのコンテンツだったなって思ってますね。なんかでも毎日投稿してたおかげでね、その毎日投稿するために毎日対戦を撮影しなきゃいけないから毎日レートはやるし、毎日、なんか編集、まあそんな凝った編集してるわけじゃないけど、編集もやってとかってやるから、
で、YouTube ってアナリティクスっていうのが見れて、要はその、アップした動画のどれが伸びた、どれが伸びてないとか、あとこれが結構再生されてる、これが再生されてない、要はその再生回数ともあるけど、それだけじゃなくて、この動画は結構最後まで見てもらえてることが多いなとか、この動画は動画の最初で割とブラウザバックされちゃってるなとかっていうのがわかるから、まあ、だんだんなんか、その、まあ、出してる本数が多い分、だんだんこういうのがいいんだなとか、こういうのが悪いんだなとかっていうのは分かってきたし、あとまあ、タイトルとかサムネとかでさ、こういうの見てもらいやすいなみたいなね。まあそれは再生数とか見れば多分分かると思うんだけど、まあそんな感じのことやってたらなんか、最初別に受けループとかじゃなかったんだけどね。受けごま、ドヒドとか入れてた、受けごま入れてたけど、ドラパルトとか入ってたり、普通にそういう構築で初めて2000取ったんだけど、なぜかなんか、受けループに傾倒してきたね、だんだん。まあまあ別に好きだから全然楽しいし、いいんだけど。まあさ、楽しかったね、あと、毎日。まあ今も普通に楽しんでやってるけど、その、まあコメントとかさ、もらえるじゃん。それで、ああ、見た人こんなこと思うんだとかっていうのは普通に面白かったし、あ、そのテレビとかと違って YouTube って双方向性のあるコンテンツだから、その、要はテレビってさ、テレビ局にさ、まあ電話する人とかいるらしいけど、なんかないじゃん。その、これ面白かったよとか、これクソつまんねえなとかさ、ふざけんなみたいな文句言ったりとかさ、そういうのが基本的には、まあ、ない。電話してクレーム入れる人がいるぐらいで、まあ限られてるよね。ただ YouTube は誰でも、てかまあ割とコメントをしたりみたいなのができて、多分ね、見てる人が例えばこういうの聞きたいと思ってコメントしたりとかってあると思うんだけど、一番なんか気持ち的に助けられてるのって多分コンテンツを出してる側なんじゃないかな。見た人こんなこと思うんだとか、まあ、テレビだと多分視聴率とかで、ああ、この番組は、まあ、受けがいいねとかさ、こういうトピックがいいんだねみたいなのはあるかもしんないけど、それがなんか数字だけじゃなくて、人の、実在する人間の声として、これ面白かったよとか、これどうなのみたいなのがあったり、反響があるじゃないけど、まあ、反応があるみたいな。それに気持ちを支えられてる部分は結構あるかな。まあ最近だとなんか結構、どの動画にもコメントしてくれる人がいたりして、なんか、こう、毎日見続けてくれてんだなみたいなのはね、嬉しかったり、するかな。それは一番でかいかな。まあ、あとね、1年間、まあ、1年間つってもさ、毎日投稿する1年間と、週1投稿の1年間では全然、なんていうの、密度が違うわけで、毎日投稿して1年間っていうのは、まあ、時間とマンパワーかかるから、それなりにきつかったけど、まあ、きついなりに楽しさもあったし、まあ多分あんま伸びてる人っていう部類じゃないと思うんだけど、まあ1年間毎日投稿して登録者が1000人ぐらいになってって、まあ別にそんな伸びてる方じゃないとは思うんだけど、ただ多分毎日投稿なくしては1000人には絶対超えなかったよなっていうのもあったりして、まあ、頑張ってよかったなって感じもねありますね。まあ見てくれる人がね増えるっていうのは嬉しいし、あと結構タイムリー性があったかな、8世代はまだこれからもあるかわかんないけど、そのダウンロードコンテンツの追加とかルールの変更とかで、まあそのゲームの人口もそうだし、まあ、YouTube とか Twitter とかそのそれに関連するコンテンツがこう伸びるっていうかさ、こうなんて言うんだろう、見る人が増えるみたいなタイミングが結構複数回あって、それも結構どれもでかいものだったから、まあ割と優しかったよね、投稿する人にとっても。ネタはつきにくい。まあ、それでも今尽きてるけど。まあ、それもでも3ヶ月ぐらい経つと勝手に補充されるわけじゃん。次の玉が。玉っていう言い方は悪いけど、ネタだよね。次の玉が補充されて、また打てるようになるしさ。で、なんて見る人もそのタイミングで増えたりするから、結構なんか1日2本か3本とかやった時あったね。その伸びる、ダウンロードコンテンツ来たから、こう狙えるだろっつって、なんかもう一日中本当に休みなしでずっとゲーム進めて動画撮ってみたいな、育成してみたいなのやってっていう、そのまあ狙って当てれるタイミングがあって、まあ別にバズってるとかではないけど、当時の僕としてはその他の動画と比べて明らかに再生数が稼げてるタイミングがね何回かあって、そういうのを狙って当てにいけるチャンスがあったっていうのは、まあ普段だとなかなかないよね。あと他のゲームと違って多分ね、なんかこうなんて言うんだろう、
バラエティ的な楽しみ方って言えばいいのかな。要はその対戦内容じゃなくて、バラエティ的な楽しみ方をする人は、まあその総数が多い分いるんだけど、なんか僕のイメージでは、いまいちなんて言うんだろう。そのガチ対戦は一定の需要があるけど、バラエティ的な方って難しいよなっていう。多分なんで難しいかっていうと、なんか、面白いことやるのが難しいんじゃないかな、割と。まあ面白いポケモンを考えてとかってあるけど、なんか難しいんだよね。他の、例えばさ、FPS とかだとさ、な普通にやっててもなんかそれなりに面白くなるな。いや、これ僕の感想だからな。それあなたの感想ですよね、だけど。僕はそういう感覚があって、まあそういう感覚があるから多分そういうバラエティ的な面白い動画を作るっていうのがポケモンではめちゃくちゃうまくいってない方だから、それがね、良くないと思ってるんだけど、まあわかんない。それは、なんか、まあ、レート2000とか2100とか取ってさ、それを多少サムネとタイトルにして売った感はあるから、そっちはまあ簡単だよね、そりゃ。だって、ポケモンホームにも載るしさ、構築記事も書くし、ツイッターでも言うから、それなんかリツイートとかしてもらえて、人の目に触れるからさ、そこでゴリ押すっていうのは、まあ、誰でも思いつくし簡単なんだけど、そのバラエティ的な方向性のね、面白さをね、一切、やらない1年間だったからね、そっちがやっぱ下手なままだよね。そういうの、ただなんかポケモンで面白い動画ってあんま想像つかないんだよな。まあ対戦してて面白いとかさ、そういうのはあると思うんだよね。ただその面白いなんか変なポケモンを使ってとかっていうのは、あんまやりたいなとも思わないところも正直あるかな。せっかくやるんだったら勝ちに行きたいから。勝ちに行きたいからっていうか、なんて言うんだろう。なんか結局全部なんか介護感になっちゃう感はあるよね。それこそ多分その人が面白くないととかみたいなのはあるんだろうけど、その辺のなんか、なんていうんだろう、結果出した時だけ結果でゴリ押すんじゃなくて、多少そうじゃない路線を狙っに、比重をちょっとバランスを取りたいよね、みたいな、思ってるね。そういう感じがあります。あと、まあこれからは、そうだね。まあ、今家にね、インターネットはなくて、iPhone のテザリングをして、動画を撮ったりしてたんだけど、対戦するのにね。ただその、ネットがもうすぐ来るから、なんか、まあ何のゲームやろうかな。まあポケモンはやり続けるし、まああれなんだけど、なんかあんま今、このゲームやりたいとか、ないんだよな。ただポケモンの来シーズンのルールが、なんだっけ、スパイクチャレンジか。あれ来たら多分無限にやってると思うけど、まあ、来なくても、YouTube はもちろんやるから、対戦も自然とね、することになる。あ、そう、それがでかかった。それ対戦するから、対戦数稼いで、だんだん上達してくるみたいなのがあったねっていう話はあるんだけど、そう、それはまあやり続けるし、なんか強いポケモンとか考えて、強い構築組んで、強い構築組むの好きだね。組むの、僕全然上手くないから、なんかその、こうしたらいいのかなとか、工夫してやって試してみたいなことをやんないと、なかなか一発でいいのが組めないんだけど、それをやってるタイミングが結構好きかな。あとまあなんか、人の記事とか読んで、ああ、これこういう風にやるのかとか、じゃあこれちょっとやってみるかなみたいなことしたりとか、そういうのは割と好きだから、それはやり続けたいかな。そういう意味の面白さ。要はその、この人しかしない発想だよねみたいな発想できるようになると、そういう、なんて言うんだろう。まあ真面目に考えてるけど、そのゲラゲラ笑う感じじゃないんだけどさ、真面目に考えて、ああ、なるほど、みたいな面白さが生まれてくるからね。それはちょっと入れたいかな。なんかそういう風になってきたいな、とかって思ってるけど。まあ、ただそれに限らず、まあまあ、ポケモンだけっていうのもね、結局その、換算期にきつくなってくるからね。まあ、新作発売とかダウンロードコンテンツとかそういうバブル期がやっぱあるから、ポケモンやり続けてそういうタイミングはご了承に行きたいんだけど、まあ、こう、今みたいにね、換算としてくる時期に、もうちょっと、まあ、その、リスクヘッジじゃないけど、分散できるようにね。まあでもリスクヘッジとかっていう考えも、そういう時期じゃない気もするけどね。なんかもう、失うもん別にないじゃん。だからリスクとかじゃなくて、どんどんゴリ押して、だからゴリ押せんだよな、ポケモン。正直、2100もう一回取れって言われて多分取れないし、もっと上の順位、あんまいける気しないんだよな。まあ、そんな感じでずっといるから、なんかこんな感じなんだろうけど。あんまいける気しないよな、なんか。30位以内とかも。正直だって、
禁電ルールでちょっと人少なかったからって思ってさ、順位伸びたのもあるし、あんまなんかね、いける気はしないね。まあ一回取れたから、もう、レート2100として、気持ちの上では生きていけるから、精神衛生上は非常によろしいんだけど、先を上を目指さないと止まるからね、自分の成長も。そうすると、なんか今まで、さ、成長していく、こいつがだんだん、なんていうの、レート2000なかったのを2000行ったか、みたいな、今度最終逃げたか、つってさ、21ついに行ったじゃん、みたいな、そういうノリのコンテンツであったところを踏まえると、成長が止まるってのはよろしくないよね。いや、こっから、かなりきついよな。正直2100でも、もうなんか、頭打ちなんじゃないかとかって思ったりするけど、まあでもそれこそあれだね、ゲームを長く続けて理解深めたり、いろいろ新しいことやって、なんて言うんだろう、こう挑戦した回数とか経験とかが増えてくると、その辺もまあ変わってくるだろうから、まあとにかく続けることだな。YouTube もそうだし、ランクマもそうだし。ただまあその上でね、もうちょっとね、いや、FPS とかちょっと久しぶりにやりたいけどな。やりたいけど、あんまなんか、Apex Legends さ、僕あんま好きじゃないっていうか、合わなかったっていうか、まあ、人がやってんの見てんのそんな嫌いじゃないけど、あんまなんかね、食わず嫌いとかじゃなくて、実際に昔やったことがあってちょっと合わなかったなっていう感じがあったから、まあ、なんか、程よいバランスのものをやりたい。でもまあ、バトロワは、まあ一試合で動画にしてみたいな感じのことを考えるとかなり楽だし、まあバトロワの時代 FPS はもうちょっと続きそうかな。まあバロラントとかあの辺は結構新しい FPS の中ではかなり頑張ってる方だけどさ、まあいかんせん YouTube じゃないよね、 Twitch とか、まあ、配信だよね。そういうコンテンツだから動画にしていくのはきつくて、まあ、なんかなんだろう、まあ別に FPS じゃなくてもいいけど、なんか、張り詰めないものをやりたいかな、ちょっとそろそろ。ポケモンはちょっとね、毎試合毎試合、対戦内容のことで張り詰めて頭がいっぱいになって、で、その、動画撮ってない時とか対戦してない時もずっと構築のこととか考え続けたりするから、まあ、結構しんどいっちゃしんどいんだよね。まあ、それはもう楽しんではいるから、続けてやるつもりはあるんだけど、まあ、なんかちょっと、リラックスコンテンツが欲しい、リラックスコンテンツが。まあ、そんな感じのことを考えつつ、まあ、ぼちぼち、ってな感じですかね。18分ぐらい、こういうこと話してたけど、最後まで聞いてる人がいたら、ありがとうございます。じゃあ、またね、あ、多分、竜王戦のルールはちょっともう動画撮る気になんないっていうか、ネットないから、携帯の通信量もね、死んできて、多分できないんだよね。だから、まあ、今日が、多分、アップされてんのが27でしょ、まあ、28、29、30ぐらいまではなんかラジオ動画とかそんな感じのことをやろうと思ってるんで、なんかこういうこと話してほしいとかあったらコメント書いてくれればね、全然言える範囲のことは言うんで、まあコメントがあったらしてみてください。じゃあまた明日お会いしましょう。バイバイ。